フラスコフラスコは、科学実験で使う口の小さい容器で、蒸留や攪拌に用いる。種として、ガラスでできている。溶液を正確に計量するために用いるメスフラスコ、アルコールランプで加熱するのに適する、丸底フラスコや、ナスフラスコ、机の上に固定しておくことができ、溶液の保存に便利な三角フラスコ、平底フラスコ、三つ口フラスコ、セパラブルフラスコ、 微生物培養時に通気を確保できる、坂口フラスコ、バッフル付きフラスコなどがある。透明が一般的であるが、遮光性が必要な操作の場合のためには、褐色のものを用いる。三角フラスコ三角フラスコの断面図三角フラスコ、または、エルレンマイヤーフラスコは、銅が円錐型の形状でまっすぐな、短い首のついたフラスコ。1861年に、 ドイツの科学者、エミール・エルレン・マイヤーが考案した。エルレンや、マイヤー等と略した名前で呼ばれることがある。液体を一時的に保管。揮発性の液体を保管しても首が細いために、外部に揮発したガスが出ていきにくく、液面からの蒸発を抑えることができる。また、外から液体を加えた時に跳ねた液滴もフラスコの、外に飛びにくい利点がある。また、中和的定の際、 コニカルビーカーの代わりに使っても良い。トモ線付き三角フラスコは首の部分にすり合わせのガラス線がセットになったものである。線があることにより手で激しく振って内容物を混ぜることができる。バッフル付き三角フラスコは通常の三角フラスコの内部に突起があるもので主に微生物の培養に用いられる。突起があることにより旋回浸透を行った時に 液体培地の通気量を上げることができる。培養時におけるフラスコの線はコンタミネーションを防ぎかつ通気を確保できる面線やシリコ線が一般的に用いられる。要素フラスコはトモ線付き三角フラスコの線すり合わせ部分の上に液を溜めておくことができる構造になっている三角フラスコである。フラスコ内の要素を適定する際、要素は濃度が高いと気化してしまい。 正確な測定ができないために改良されたものである。要素化の測定など、要素を、チオリュー酸ナトリウム等で適定する際に用いられる。丸底フラスコは、球状で、首の部分がしばしばすり合わせ付きになっている、フラスコである。薬品の反応で生じる圧力や衝撃に耐えるために、ガラスが肉厚になっており、下部が球状になっている。首が長くなっていたり、首が、 複数個ついていたりする丸底フラスコもある。底が悪いため実験台の上などの平面に直接立てておくことはできない。立てておく場合はゴムまたはコルク製などのフラスコ台またはクランプを用いる。丸底フラスコほど丈夫ではないが同様に肉厚ガラスになっていてかつ平面に直接置くことができる平底フラスコというものもある。 ナスフラスコナスフラスコは口から胴体にかけて、肩がない類的型のフラスコである。俗に、ナスフラ内視は、フラスコのことをコルベンというので、ナスコルと呼称されることもある。化学反応、減圧蒸留等の容器として使用されることが多い。サイズは5ミリリットルから3リットルくらいまで存在し、ロータリーエバポレーターの必需品である。エバポレーターには斜めに装着して回転させて、 使用するが、という特性があり、よく使用される。底の部分が尖った、ナシフラスコというものもある。メスフラスコの模式図メスフラスコは、精密な濃度の溶液を調整するために使用される、フラスコである。メスはドイツ語のメスコールベンから、英語では、バリアメトリックフラスクと呼ばれる。形状は細長い首のついた底の平らなる遺型を、しており、 首の部分に表示された体積を示す氷線が記入されている。そして口の部分にはすり合わせのガラス線が付けられている。使用方法の概略は、まず精密に計量した溶質を適当な容器で溶媒に溶解させる。次にこの溶液をメスフラスコに移し、まずフラスコの首の付け根付近まで溶媒を加え、線をしないで中の溶液を均一に振り混ぜる。次に、 フラスコの表線にメニスカスが一致するまで溶媒を追加し、線をして何回下線を抑えて倒立させ、中の溶液を均一にする。この一連の操作は、低溶操作、もしくはメスアップと呼ばれる。メスフラスコをより主張にした形状で、首の部分に目盛りがついている、体積形である。 坂口フラスコは往復浸透培養を行う際に使用されるフラスコである。浸透フラスコや片付きフラスコとも呼ばれる。第二次大戦中、東京帝国大学農学部の坂口金一郎研究室を中心としてペニシリンの発酵生産法確率を目指して横断的なプロジェクトが行われた。その時に市場金を液体培置で 浸透培養するために開発されたためにこの名がついた。上部に長い首を持ち、下部は半球状になっている。この特殊な形によって浸透の際にしぶきが上がりにくく、高い通気量を得ることができる。しかし、特殊な形ゆえに内部を洗いにくいという欠点を持っている。フラスコの首の部分が長く、S 字に折り曲げ加工をしたもの、外界との空気や蒸気の出入りを止めず、 かつホコリなどの物質がフラスコ内に入らないようにできているルイパスツールが微生物の自然発生説を否定するための実験で使用した。ナスフラスコの首を長くした形状のフラスコであり、内部で薬品を分解したり反応を起こす際に用いるのに適している。また、ケルダール法による窒素定量にも用いる。ケルダール法では最初に飼料を農硫酸や 分解促進剤と混ぜ、加熱し有機物を分解するのに用い、加熱分解後に放冷してそのまま上流装置へ、組み込むことができる。なお、全処理等でこのように分解処理を行うことは、ケルダール分解と呼ばれることもある。上流に用いるフラスコであり、上流装置に組み込んで使用する。このタイプは、首の長い丸底フラスコの首の途中にガラス管が突き出ている構造になっている。 すり合わせによって枝部とフラスコ部がそれぞれ分離できるものもあるが、枝付きフラスコと呼ばれるのは通常一体になっているもののみである。一体になったものは他の複雑な形状のフラスコと同様、洗いにくい。三つ口フラスコ薬品の投入や温度計の挿入のために口が複数個あるもの。胴部のみのフラスコ。後部となるセパラブルカバーと クランプで密着させて使う。分離させている理由はカバーを変えることで口数が変えられる。洗浄しやすいためである。ソックス冷抽出機に使うフラスコ。湯煎機につながる。ありがとうございます。